バドミントン選手で可愛いと話題のナガマツペアで活躍されている永原和可那選手。出身や家族について調べます。なんと彼氏がいるとの噂もあります。そんな永原和可那選手のプロフィールや過去の成績や現在の様子をお伝えします。目次、永原和可那選手のプロフィール。姉も可愛い。家族について、名門青森山田高校出身、世界1位のナガマツペア、インスタやツイッターで可愛いと話題。彼氏の噂は。永原和可那選手のプロフィール。名前、永原和可那。性別、女。身長、170cm、体重、60kg。生年月日、1996年1月9日。出身地、北海道蟹石目室町。学歴、目室中学校、青森山田高校。所属、北斗銀行。競技、バドミントン。丸、1996年の1月9日に北海道葛西郡目室町で永原家の次女として生まれます。7歳からバドミントンを始めます。小学校では全国大会5年生の部で女子ダブルスに出場したが、惜しくも1回戦で敗退しています。目室中学校時代では2010年の全国大会で女子シングルスに出場して3回戦敗退の記録が残っています。中学校を卒業後はバドミントン強豪の青森山田高校に進学します。高校卒業後は秋田県にある北斗銀行へ就職して、同社の人事部に勤務する旗からバドミントン部に所属します。北斗銀行入り後、同じ学年の松本麻佑選手とペアを組むようになります。そして世界ランク1位なるナガマツペアが誕生します。姉も可愛い。家族について、身長も高くて笑顔も素敵な永原和可那選手のお姉さんも可愛いと SNS で話題になっています。本当に笑顔が素敵でとても可愛いですよね。家族構成については、先ほど紹介したように父親、母親、姉がおられます。お姉さんとは年齢差は2歳で、バドミントンを始めたきっかけはお姉さんがバドミントンしていた影響が大きいそうです。ちなみにお姉さんは2019年12月28日に挙式を挙げています。お姉さんのウェディングドレス姿とても綺麗ですよね。現在は秋田県のチームに所属していることもあり、同居の家族はいないようですが、小さい頃からお姉さんとの仲が良かったように思えます。スズランテープを使って家の中でネットを作り、バドミントンをして遊んでいたというエピソードも書かれています。小学校の頃からバドミントンに精進してきた永原選手にとって、家族とのバドミントン関連の思い出エピソードは他にもありそうだなと思いますよね。名門青森山田高校出身、丸、永原和可那選手は先ほど紹介があるように数多くのバドミントン選手を輩出している青森山田高校出身です。青森山田高校バドミントン部の OG では、リオ金メダリストの福島由紀選手、米本小春選手、田中志歩選手、志田千春選手などたくさんの世界で活躍されている選手がいます。そんな名門校出身の永原和可那選手はどのような成績を残しているのか紹介します。2013年のインターハイでは、現在バドミントン選手の宮浦玲奈選手とダブルスのペアを組み、団体戦では福島県立富岡高校との決勝で現在バドミントン選手の大堀彩選手と東野有紗選手のペアに3対0で破り、見事団体優勝を飾ります。女子ダブルスでは決勝で当時九州国際大学附属高校の桜本彩子選手と寺田桃佳選手を下し、優勝を飾ります。丸、世界1位のナガマツペア。丸、世界ランク1位ナガマツペアこと永原和可那選手と松本麻佑選手のペアのこれまでの成績を紹介します。
の出会いは秋田県にある北都銀行のバドミントン部で出会います。そこから2016年に日本 B 代表に選出されます。2017年は全日本総合バドミントン選手権大会で準決勝へ進み3位に入賞します。その結果が評価され2018年度バドミントン日本代表 A 代表に昇格します。丸、2018年では全英オープンで3位入賞します。中国で行われた世界バドミントン選手大会ではリオデジャネイロオリンピック優勝の高橋玲香選手と松友美佐選手ペアに勝つなど勢いに乗り決勝まで進みます。決勝で対戦成績6戦6敗している福島由紀選手と廣田彩花選手ペアと対戦します。しかし 2-1 で勝利し日本選手で41年ぶりとなる世界選手権制覇を初優勝で飾ります。過去の対戦成績も悪く厳しい戦いになるがそれでも激闘を制し初優勝した姿は日本全国に感動を届けたと思います。丸、2019年には4月のアジア選手権大会に出場します。しかし決勝で惜しくも敗れて準優勝で終わります。そしてついに4月30日付の世界ランキング1位になります。5月19日から26日まで開催されたスディルマンカップでは決勝まで進んだが中国に敗れ準優勝に終わります。8月の2019年世界バドミントン選手権大会では順調に勝ち進み決勝まで行き福島由紀選手と廣田彩花選手ペアとの2年連続の対決となった。見事 2-1 で下し連覇を飾ります。日本勢の世界選手権に連覇は全種目を通じて初となります。丸、そして9月に松本選手と共に道民栄誉賞を受賞する。12月では第73回全日本総合バドミントン選手権大会の決勝で3連覇を狙う福島由紀選手と廣田彩花選手ペアと対戦した。セットカウント 2-1 の接戦を制し同大会初優勝を果たします。丸、インスタやツイッターで可愛いと話題。丸、バドミントンで世界ランク1位に永原和可那選手がインスタやツイッターで可愛いと話題になっています。 SNS でのプライベートの投稿もたくさん可愛い画像があったので紹介します。このインスタの投稿もバドミントンでは見せないピュアな笑顔がとても可愛いですよね。彼氏の噂は？丸、プライベートでとても可愛く素敵な永原和可那選手ですが彼氏いるの？と噂されています。実際彼氏がいるのか調べてみます。インスタの誕生日の投稿で誕生日プレゼントをもらっていますがこれは彼氏からもらったではないかといろいろな考察がありますが調べてみましたが現在彼氏らしい人物は見当たらなかったです。こんなに可愛いと彼氏がいても不思議ではないですよね。今はバドミントンの練習や合宿、遠征などでとても忙しいと思うので彼氏どころではないと思います。東京オリンピックが終わるともしかするといい話が聞けるかもしれないです。